こんにちは、横浜の英子です。今日はハイライト比較をしていきたいと思います。よかったらご覧ください。今更なんですけれども、やっとセザンヌのハイライトを購入できたんですね。ですのでこちら側にセザンヌのハイライトを塗らせていただいて、あとこちらに私のお気に入りのマックのライトスカペードをこちら側に塗らせていただきますね。私はすごく目のたるみが気になるので、目のたるみの近くに塗ってしまうと余計目立ってしまう場合があるので、この辺にチークの上あたりに両方とも塗らせていただきます。やはりセザンヌのハイライトは有名なだけあって、ちょっと手につけてみたらすごく発色がいいんですね。あとこちらはライトスカペードなんですけれども、こういう風な感じで少し落ち着いた感じのハイライトっていう上品な感じになっています。こちら側にセザンヌのハイライトを塗らせていただきますね。付属のブラシで入れさせていただきます。分かりやすいように少し多めに入れていきますね。こういう風な感じで入れたんですけれども、やはり iPhone で見てもここがかなりツヤツヤしてるんですね。でここにシーズンラインにハイライト、こちらがセザンヌになってまして、かなり iPhone で見てもツヤツヤしてるんですけれども、次はこちらのブラシを使ってライトスカペードを塗っていきますね。今こういう風に塗ってみたんですけれども、こちらがライトスカペードで、こちらがセザンヌのハイライトなんですけれども、やはりセザンヌの方がすごくハイライトが強く出ているんですね。ですのでマックのライトスカペードをもう一回塗っていきますね。こういう風な感じでこことここに塗ったんですけれども、やはり iPhone で見てみるとセザンヌのハイライトの方がかなり発色は良くなってまして、 MAC のこちらのライトスカペードの方はこうあまりハイライトがギラギラしてなくって、50代にはちょうどいい感じにツヤが出てくれてすごくいいんですね。ですので本当に難しいんですけれども、どちらもすごくいいので何とも言えないんですが、私個人の意見としてはこちらも使っていきたいなってすごく思ってるんですけれども、やはり MAC のライトスカペードの方がこう自然な感じでシワにも入り込んでませんし、ちょうどいいんですね。ですので話がまとまらなくて大変申し訳ないんですけれども、両方を使い分けながら上手に使用していきたいなって思っています。今日はハイライト比較で、こちらがセザンヌ、こちらがマックのライトスカペードを塗らせていただきました。やはり50代ぐらいになるとツヤがどこかにないと肌が死んじゃうんですね。ですのでツヤって大切だなってつくづく思っています。最後までご覧いただきましてありがとうございます。英子でした。ありがとうございます。